私は2016年ズルトレーダーのバイナリーオプションにおいて、たくさんの人数から日本一位となり、それから無数の人数と戦い、世界一位となった世界バイナリーオプションスペシャリストの半間陽先生です。現在ズルトレーダーは FX 統一となっています。今回は1日で資金を2倍に増やす、1億円持ってたら1日で2億円に増やす簡単な方法をね、教えたいと思います。これは US100 ですね、これは JP の215ですね、日経ですね、日本の株ダウですね、これはアメリカの株ダウですね。で、大体同じような波形でこうなってるんですね。しかしね、上のドルの方が円よりか強い場合が多いんですよ。で、先行もアメリカ株のダウの方が早く動きます、ことがあります。まあ逆もあるんですけどね、日本が強い時は先に動くこともあるんですけども、ここで大体こう来てて、こうスルッと来てますでしょ。これ見てるとここんところとここんところ違いがありますでしょ。ここ上がっちゃってます。ラクダの背中になっちゃってますね。ね、これズドンと上がってますね。とここを見るんですね。これ全体見て上と下と違うところもいいですね。とこれ上がっちゃった。しかしアメリカの株の方が早いのに動きはあるんだけど変わってないと。となりますと、こう上がったらこのように戻るということがわかるんですね。それで上がったら下でね、売るんですね。そうすると当然合わないこともありますよ、しかし今のところ確率的には大きいっていうことですね。こう上がっちゃったと、こっからここまで、この幅ですね、ピップ数、この幅のピップ数、まあ、ちょっとピップス出てこないんですけど、この上がっちゃったからこれは戻るまでのほんのピップスね、この幅だから、ここで1億円ぐらいね、このところありますから、このところはなだらかに、だいたいちょっとくすぶってますけどね、こうやって、で上のダウの方が先に働くんですね。これ上がっちゃったから、この強い方のアメリカ株の方はなだらかだ。だからこれ上がっても戻るってことが分かるんですね。戻る確率が多いということですね。外れることありますけどね。もう上がっちゃうことありますけど、こっちが先行するんですよ。先行するのに対してこれが変化してると、こっちは何にも動いてないね。前もって出てないね。この動きが上がってるんですね。と、ここのとこでカーブにするんですね。そう、そこに戻るよと。ね。こんな風になるよということ。だから、こうなるよということになるわけですね。だから、こっからここまで。ね。で、こんな稼げちゃうんですね。それだけで1日分資金の2倍を稼ぐ。100% 稼げ、1日で 100% 稼げちゃう。これ、1、2、3、4、10時間ぐらいですね。ここね、10時間ぐらいで2倍稼げちゃうんですね。レバレッジかけて最大限投資するんですね。これはね、レバレッジの高いね、
暗号通貨なんかでやっぱりありますから、株ね。で、投資とレバレッジが高いんで、10倍にも稼げちゃうんですね。レバレッジが高い。10倍。1日で10倍稼ぐとかね。1億円あったら10億円にできると。というとこですね。あともう一つね。これポーンと上がったでしょ？この位置見て。この位置はここでしょ？この位置は、この位置と違うでしょ？だから先行してるんですね。先にボーンって上がったんですよ。このところを見ると、ここなんですよ。ここでね、ここでね、ここで上がってんだよね。上はね。じゃあ、ここで急激に上がるよってことが分かるんですね。ドル、あ、アメリカのダウは先行します、大体ね。だから、ドーンと上がってる。こっちは上がってない、まだ。ここ。1時間前は。だけど、ここで上がってんですね、ここで。ピチャンと上がってんですね。ここで上がってんですよ。で、ここでこうでしょ？まだここは上がってないんですね。だから、ここの時に買うにすると、一挙にここまで稼げちゃいます。ここまで。これ1日で、ね、10倍増やした。1日で20倍に増やすよね。暗号通貨で買うんですね。レバレッジのやつでね。まあ、これでも、このでもいいですけど、888レバレッジですね。1日で20倍稼ぐんですね。この様子みたいですね。このインジケーター別に見なくていいですね。なくても関係ないですね。これは僕はちょっと分かりやすく付け加えただけでね。こういうふうに、これ先なんです。先に動いてるんですよ。だから未来が1時間読めちゃうんですね。だから、これが上がったら、こっちがね、やっぱり移動するっていうのが分かるんで、この時だからね。この時だからね。だから先を見るわけです。じゃあ、ここで買えばいい。後で上がるよって、上がってますでしょ。ここは先に出てるしね。という具合に、簡単にね、お金を稼ぐ。これをね、ちょっと紹介いたしました。1日で資金を20倍に増やせます。1億円持ってたら1日で20億円ね。ただ、何パーセントかやっぱり10%とか今のところに、外れることあります。それはちょっと保険に入れてくるね。でも、そんなふうに2倍、10倍増やせますね。ということですね。1日で資金を20倍に増やす方法をご紹介いたしました。ありがとうございました。半間陽先生でした。